皆さんこんにちは、おっさんの棒読みニュースです。今回は国産開発を決定した韓国の掃海ヘリマリンオンをベースにして開発を担当するものになると思われる韓国航空宇宙産業会が、掃海ヘリの技術レベルは高くないので開発は簡単だって言ってるニュースを紹介するね。そもそもスリオンがベースの機体じゃパワー不足だとは思うんだけど、ヘリの機体を作るだけの会にとっては難しい話じゃないって言ってるみたい。掃海装置やシステムを開発するわけじゃない会にとってみれば、確かにそうかもしれないね。それじゃ、ニュースを確認していきましょう。北朝鮮の機雷捉える、国産掃海ヘリ開発。威風堂々と敵の海岸に現れ、威容を誇る巨大な軍艦も恐れる兵器が機雷だ。安くてシンプルだが、海中に簡単に設置でき、大量生産が容易で威力も強力なため、世界最強の米海軍も恐れる兵器だ。最近では機雷の種類が多様化し、特定の条件でのみ動作したり、ターゲットを選別して打撃する機能も登場している。有事の際、機雷による海上封鎖の危険が潜んでいるわけだ。一方、機雷を除去する掃海作戦関連技術は、機雷の発展速度に追いつかないのが実情である。既存の掃海艇では限界が少なくない。米国をはじめとする海軍大国を中心に、ヘリコプターを利用した掃海作戦能力の強化に力を注ぐ理由だ。米国、日本などでも運用。機雷除去作戦で掃海ヘリは、掃海艇より速度が速く機動性に優れる。敵機雷が敷設された海域に素早く移動することができる。低空飛行能力を活用して機雷と十分な距離を維持しながら、機雷を爆破するため安全性も高い。海上哨戒機をはじめとする固定翼航空機では不可能な、一箇所にとどまるホバリング、前後左右への飛行が可能で、艦艇ではアクセスすることができない浅い水深でも活動が可能である。一方、運用時間は掃海艇より短く、夜間には作戦活動が難しいという欠点がある。したがって掃海艇と掃海ヘリコプターを一緒に機雷除去に投入する場合も少なくない。最近では関連する機器が小型化され、大型ヘリのほか、駆逐艦でも運用が可能な中型ヘリも掃海機のプラットフォームとして活用される傾向にある。掃海ヘリの中で、最もよく知られている機種は、米国の MH-53E だ。韓米海軍の連合訓練に多く姿を現している。MH-53E は、1981年に最初に配備された CH-53 大型輸送ヘリを、掃海、輸送などの用途に改造して、1986年から米海軍で運用されている機種である。CH-53 よりも重量が増えたが、燃料搭載量が多く、エンジン出力も強化された。MH-53E は、AN-AL-966 と呼ばれる機雷除去装置を装着する。ヘリコプターの下の機雷処理用いかだをロープで引きずりながら、広い面積の機雷を除去する。機雷探索用のソナーと自己反応式機雷除去システムなどを備えており、短い時間内に多くの機雷を処理することができる。日本の海上自衛隊が使用する MCH-101 は、英国とイタリアの合弁会社である、レオナルドの AW-101、多目的ヘリコプターを掃海作戦用に改造したものである。製造会社のレオナルドは、2015年3月に MCH-101 を日本の海上自衛隊に引き渡した。米国ノースロップ・グラマンの AN-AQS-24A、A 公式機雷掃海システムと、AN-AES-1、航空機用レーザー機雷探知システム、ALMDS、を導入したと紹介している。AN-AQS-24A は、米海軍も使用する高速機雷掃海装置である。海中と海面に浮かんでいる機雷をリアルタイムで検出、識別することができる高精度ソナーを備えている。
光学方式による探索も可能である。AN、AES-1、航空機用レーザー機雷探知システム、ALMDS、は、ヘリコプター外部に装着するポッドだ。レーザービームを用いて海底の状況を確認することができる。従来より機雷探索をはるかに高速に実行する。米海軍の MH-60S は、MH-53E の問題点を補完するために登場した中型ヘリコプターだ。MH-53E は性能は優れているが、機体サイズがあまりにも大型で運用が容易でなかった。駐留基地から遠く離れた紛争地域に派遣しなければならない場合、C5 輸送機のみでしか移動ができず、迅速な展開が難しかった。このため、機動艦隊でも迅速に掃海作戦を展開することができる機種が必要だという判断のもと、MH-60S が掃海作戦に投入された。レーザー機雷探索装置とソナー、無人機雷ハンドラーなどを搭載する。韓国軍も独自の掃海ヘリ確保。北朝鮮の機雷敷設の脅威にさらされている韓国軍も、掃海ヘリコプターの確保を積極的に進めている。防衛事業庁は先月31日の第134回防衛事業推進委員会で、掃海ヘリコプターを国内研究開発の方法で確保する案を盛り込んだ、掃海ヘリコプター事業推進の基本戦略を議決した。2008年にも掃海ヘリ導入事業が持ち上がったが、機器開発の遅れなどの問題で延期された。事業の再推進は紆余曲折の末に行われた決定である。今回の決定に基づいて軍は2022から2030年に8500億ウォンを投入して、掃海ヘリコプターを開発し、実戦配備する予定だ。当初掃海ヘリ事業は、米ロッキードマーティンの MH-60S が選定されるという観測が多かった。海上作戦ヘリ第二次事業で MH-60R が選定された状況で、同様の機種を導入することが、後続の軍需支援などにも有利であるとの主張もあった。しかし、昨年末から国産化の可能性が提起され始めた。MH-60R は米国、インドが一緒に発注したため、値下げ効果があったが、MH-60S 掃海型では、そのような部分を期待するのは難しいということだった。規模の経済効果が大きくない状況で、海外メーカーが積極的に事業に参加するほどの要因も多くないとの評価もある。一方、韓国軍の主要機器の国産化を拡大しようとする政府の政策基調は着実に続いている。その結果、掃海ヘリも国内開発を推進することとなった。国産掃海ヘリコプターの開発は、マリンオン上陸機動ヘリと、スリオン輸送ヘリ製造会社の韓国航空宇宙産業、海、が主導する可能性が高い。活用できるプラットフォームを持つ国内唯一のメーカーだからだ。掃海ヘリコプターの開発は、マリンオン上陸機動ヘリに、関連機器を搭載する方式で行われる可能性が高い。海が、掃海ヘリコプターは技術レベルが高くない。開発には自信がある、という立場を見せることもこれと無関係ではない。マリンオンはローター折りたたみ機構と緊急警報機器、コックピットの窓用の洗浄液噴射装置など、海上運用に必要な技術が適用されている。ここに、レーザー機雷探索装置、無人機雷処理装置、水中自律機雷探索隊などを装着した後、掃海装置統合運用コンソールを介して、運用要員が機器を制御する方法で開発が行われると見込まれる。自動飛行操縦システム、AFCS、も掃海ヘリの特性に合わせて変更されるものと思われる。日本の海上自衛隊が MCH-101 を導入したとき、開発会社であるレオナルドは、AN、AQS-24A の運用概念と形態などを考慮して、自動飛行操縦システムを修正した。変数は搭載機器である。
絵画爽快装置をヘリコプターにシステム統合することは成功の確率が高い。しかし、ここの機器の性能を、絵画保証することはできない。米国などから輸入する場合には問題はないが、国産であれば絵のほか、他の国内の防衛産業企業が担当する見通しだ。このようであれば、国内企業が国産化した装置が軍の要求性能、ROC、と、戦力化スケジュールを満たすことができるかどうかが問題だ。開発が難航するのであれば、国外からの導入に転換する可能性も排除できない。一部では、爽快ヘリの代わりに無人機の技術を活用しなければならないとの指摘がある。国内外では、無人の水上艇や無人潜水艇を遠隔操縦して、機雷を除去する方法が以前から議論されてきた。無人機技術で機雷を爆破することができれば、必ずしも爽快艇や爽快ヘリコプターで作戦を進める必要がない。駆逐艦や地上からでも遠隔操縦が可能だからだ。しかし、技術的な問題で海で作戦に投入する無人艇や潜水艇の利用が、無人航空機や無人車両に比べて遅れている状況で、下手に爽快作戦の無人化を推進することは得策ではないといった反論もある。軍関係者は、技術が円熟期に達しなければ、実戦で使用することはできない、とし、開発できる、と、使用することができる、ということは別の問題だ、と述べた。これにより、少なくとも2030年代後半までの韓国軍の爽快作戦は、国内開発された爽快ヘリと、2022から2035年までに、1兆8800億ウォンを投入して行われる、爽快艦、MSH2 事業にて確保される計画の、次期爽快艦を中心に行われる可能性が高い。ただし、無人機技術開発がスピードを上げ、無人艇や潜水艇の一部が爽快作戦に投入されることも可能と思われる。ってことで、爽快ヘリを国産で作ることに決めたんだけど、肝心の爽快装置の方をどうするのかは決めてないんだね。海外メーカーが売ってくれるかわからないし、こちらも国産でって言い出しそうな気がするよね。機器が小型化されてきているので、中型ヘリでも大丈夫だって言っても、何の経験もない韓国に、十分な性能を持った小型の爽快装置が作れるのかな？知らんけど。最後まで見てくれてどうもありがとう。高評価、チャンネル登録お願いします。